回だから本当誰か食ってくんねえかな、面白いんだけどな。そういう役ってやっぱ真冬か。そうです ね、真冬に背に食わせれば面白いでしょ、はい、間違いなく。あの火を通せばいける。セミの塩辛い。なじゃいが。やべえ、コメント見てるとセミが美味しそうに見える。そうだよね、俺もね、今だったら食えそうなあれだけど、まあ実際食べないんだろうけど、ね。美味しくない、美味しくない。美味しくないよ、美味しくないかな。美味しくない。美味しくないよ。もうこの前もテレビで会ってたもん、なんか主婦はセミのセミを取ってその場で食うんだよ。ない。セミの腹をカッターで開けて、カッターで。腹中の身食ってんだよ、セミの。やべえでしょ。肉れ、大会終わった後は肉れになります。で、後ほど、この、見えてる筐体の方で、誰かの、神男戦を流したいと思いますので、もうしばらく待っていただければ、見れると思います。あ、真冬が行きますね。真冬さんが突入しました。はい、さあ、バチギレ真冬さん突入しました。すぐもう団員戦したがる。さあ、ここでね、真冬まさかのドラース。ドラースじゃねえ、リ。ドラリー。ケイスケ君が大戦したいって言ってます。ケイスケが大戦したいって？おい、別言うけどみんな大丈夫なの？俺なんかがしていいの？デリューは村上さんみたいな。いいね。俺なんかがしていいの？本当に。はい、俺全然大丈夫だよ。だから落ちた方と俺と。なるほどね。ケイスケが村上さんやってかってたの。ああ、じゃあ、俺全然大丈夫です。どこで移動してやる？どうしましょうか？まだ1くれ？あ、肉になんないの？ケスケみたい頑張ってね、村駒さん。頑張ります。ほんともう若い子にはね。ほんとね、今までは勝ち越してたんだけど、ケスケ。最近マジ強いんだよ、ケスケ。あの、地獄杯で優勝してからが。ぽっちゃりから。ぽっちゃりからの覚醒を果たしたからね。はい、ちょっとスタイリッシュになってますからね。やはりイケメンでした。やはりイケメン。彼はやはりイケメン。やはり。素質はありました。イケメンの素質は。お腹すいた。お腹減ったね。お腹すきました。お腹減った。これ真冬さんのね、ドラリーなんだけど、ドラマ曰く、あ、福岡のスペシャルハンマーの5分の1強いって言ってた。5分の1の強さだって。どうなんだろうね、だいぶ弱いのかな、やっぱ5分の1って、ね、5分の1になると分かんないですね。お腹減ったって言ったらセミでしょ。わだからセミ食わねえかな、マジで。ちょっと森ないですからね、これねえ、すごい尺取れるんだけどね、セミ食えば。国道沿いなんで、うん、いるでしょ、セミ頑張って誰か一匹取ってきて、本当に今年はね、セミが少ないから。あ、少ないの今年。あ、そうなんだ。トンボもいないですね。セミ枠、トンボはまずいんじゃないの。いや、わかんねえな。ワンチャン唐揚げしたらうまいかもしんねえな。バッタでもいいで。あ、バッタは食えるんだよね。バッタは食えるんですけど、ね、はい、そうです。コオロギとか。まあ、食べる勇気だろうね。あ、真冬。真冬でしょ。真冬。イナゴか。イナゴの佃煮だったら俺食べて大丈夫だわ。さあ、スペシャルハンマーの5分の1の強さのグラリー。さあ、あー、やっぱ5分の1。この辺が5分の1。この辺が5分の1。出来出したけど、潰されるあたりが5分の1。じゃあ、この辺もね、5分の1。この辺。はい。まさにこの辺。九州って稲穂とかコオロギ食べないの？どうなんだろう。わかんない。俺たちの周りでは食べないね。結構聞くけどね、稲穂の。あ、コオロギも聞くな、食べるって。どこら辺が食べるのかな、どこら辺の地方が食べるのかわかんないんだけど、九州は多分あんまり食べないって思います。これ一個違いで団員戦してもポイントがある。うん、本当だよ。しょうもない、はい、しょうもないです。ちょっと時間かかるんですよ。真冬ね、この前あのマタドールっているじゃん。はいはいはい、マタドール信者なんだけど、最近ブリブリ丸が結構サブで戦ってるのを見て、マタドールは、はい、これでやってるんですか、ドラリーで。いや、いろんなキャラで。ブリブリ丸はいろんなキャラ使って遊んでて、あ、うん、憧れていろんなキャラ使ってみたいな。いで、それをマタドールはしょうもないと。あ、今話してるのはね、うん、これあれ、ゲンタね、多分しょうもないでいいの。担々麺食べた、担々麺。さっき一回帰ってきたっすよね。じゃあそこら辺うろうろしてんじゃねえの。ワンダーランド行ったんじゃない、ワンダーランド、パチンコ。
今話してるのね、モンちゃんっていう長崎のレース会のね、今年、はい、今年いくつになったのかな。今年26のニートです。あ、いいね、いいよ。長崎すいません、ニートしか、本当ニートがめちゃくちゃ多いんで申し訳ない、ニートがめちゃくちゃ多いんです。あ、でも俺モンちゃん仕事決まっちゃったよ。あ、ジャパネット高田決まりました。8月20日から僕ジャパネット高田で働きます。頑張らせていただきます。あの高田で、あの高田でね、頑張ってみんなのテレビの前に出れるように、高田でこの水がですね、この水がですねってね言えるように頑張っていきたいと思います。長崎でのニート率やばすぎです。そう、正直ね、本当にニートしかおらん。あのね、ニート、ニート、あのね、ニートさあ、ここでトイレ降格。はい、トイレは落ちます、落ちます、トイレは落ちますよ。はい、たばかれます。あ、この辺、この辺やっぱ5分の1。トイレでニートしてますトイレでニートしてんの熱いだろ、もう終わってるなぁ、これ。トイレは葬式場はやめたんすかね。あ、そう、トイレね、ニート、そう葬式場で働いてたけどやめたらしいよ。あ、はい、長崎に行けばもう毎日朝からみんなと遊ぶ。そうよ、もう長崎に来ればね、みんなワイワイ楽しくね生活できます、はい、ただ仕事はしてません。そう、4年選手の村雲さんが働くの。そうだね、なんで俺の個人情報知ってんの。4年働いてないとか言ったっけ俺。関西弁のハゲはあのこの対戦してるリーの方、今ドラグロー、関西弁のハゲ、ね、もちろんジャンプパンチ、あのニートの中の極みと僕は思ってます。彼は焦りはないの。あのね、焦りね、一周回ってないです。そうね、あの一周回ってないです、はい、焦り一周回ってない。今年29になりますけど、男は正直30歳から働けばいいという考え方だから一周回ってます。はい、ハゲはちょっと今大前しおるけん、つくりんちに泊まるって言ったけん、つくりんちに泊まろうかな。俺も泊まるって。あ、泊まる、つくり、あ、このもう今日なんかみんな、みんななんかチクリンチに泊まるって言えるけん、ニコ生するんじゃないですか。チクリン明日休みじゃないの。トイレは落ちます。チャベ行かんと、行けんと、あ、この僕が帰るっていいよ。あ、チャベ帰る、チクリンチで遊ばん。じゃあチクリンチで遊ぼうか。うん、チクリンチ広いけん、みんなで遊ぼうよ。みんなチクリンチで麻雀できるし。麻雀、じゃあチクリンチでダークソウルすればいい。話どこまで言ったっけ。焦りはないの。ああ、そう、焦りはないです。29歳になって焦りはありません。あの、だって正直な僕の理論言うよ、まあクズみたいな理論だけど、21歳でめちゃくちゃ頑張るじゃん仕事。はい、ね、そうですね。で31歳で同じ量仕事頑張るでしょ。はい、でされたら評価されるのはこの世の中31歳の方なんだよ。そうなんだ。そう、あのね、昔俺KDDI で働いたんだよね。はい、その時にもうめちゃくちゃ頑張ってるエリートの20歳のやつがいるんだよ。はい、で35歳の、前の職はサッシ屋、ガラス屋さん、はいはいはい、であんま頑張ってないやつが先に出世したのはやっぱ35歳なの。なんでかというと妻子持ちだから。あ、そういう理由。もう本当、ね、そう、この、ね、世の中は縦社会、はい、ニートが一番。そうそう、30歳だから30歳から本当めちゃくちゃ頑張れば全然生活、ね、人生楽になれるって僕は思ってます。ニート討論会に態度変えよう。ニートが一番、ニートが一番だよ。うん、その時ニートが一番だ。そうそう、この長崎勢のメンツ大好きだわ。ありがとうございます。八個目さん、さっき食ってくれた人だな。はい、そうだろう、最低の会話だろう。いや大丈夫、最高だ。真理、ニートは正義。いいこと言うじゃん。40個目さん、違う、職業がない人だ。だってお金持ちになるやつってあれでしょ、相当頭悪いやつか相当ずる賢いやつでしょ。トイレはね、トイレ仕事してる今、何してんの。バイト、マックマック、いやバイトって言ったらマックかなって思って。あ、似てる。トイレ好きや、トイレは好きや、スキヤのトイレです。トイレは好きやの店員、ニートじゃありませんでした。スキヤのトイレ。あ、諫早勢は仕事してるのかな。あ、諫早では割とまともです、ね、残念、残念とだけ言っておきましょう。残念じゃね
スキー屋のトイレ。スキー屋のトイレで仕事してます、彼は。スキー屋のトイレ。みんな同じタイミングでコメントあったよ。スキー屋のトイレ。スキー屋のトイレで。スキー屋のトイレ。スキー屋のトイレで仕事してる。別にトイレにいるわけじゃない。スキー屋のトイレ。トイレね、なんかもう、諫早長崎のね、いじられキャラだからね。はい、みんなからね、おぶつおぶつって言われてんだよ。ちょっとかわいそうなキャラ。トイレだけに。なんすかなんすか。いい財布打つじゃん。トイレいつの間にデビジンになった。なんでこの微妙なキャラ同士でやってんの、二人とも。ちょっとね、同じ単位でやってほしいですね。ジャックマフユ曰くサブでやるとか、しょうがないとか言ってたのよ、あいつ、マフユが。マフユはサブ。あいつがサブでやってたらしょうがないとか言ってたのよ、ま、あいつもマフユはサブでしかやらない。めちゃくちゃサブやってるじゃん。マフユはサブでしかやらない。そうです、今喋ってる二人がニートです。二人もニートです。そうです。間違ってます。みんなニートだよ。二人じゃない。訂正してください。みんなニート、みんなニート。はい。二人合わせたら50オーバーだからね、俺たち、はい、イエーイ、イエーイ、まだ早いケツ、俺たちケツ、俺はもうね、ほんとね、まだ若手と思ってたけど若手じゃない。モンちゃんもね、もう26か、はい、早いね。気づいたら、はい、まあ、We are neat 間違いないです。 We are neat、 みんなニート、そうっす。カレーさんも鉄拳さん仕事目立ってたっけ。あの、カレーくんは今いいのかな、この情報というか。あ、大体本当あのね、実家の方がマッサージ屋さんやってて、それを、BR 中期、中盤末期ぐらいに継げ、家を継げって言われたらしくて、まあ、彼は鉄拳したくて継がなかったんだよね。で、タッグになってそれを継いだから、うん、もうそれまではね、ほぼニートだったのかな。はい、もうマスターカップ6が11月3日マジで東京かな。今7月です、ね、あと、3ヶ月か。おー、都内某所、出た某所、とりあえず某所と言っておけばどうにかなる雰囲気だもんね。あの、前の投擲みたいなことは絶対やめてほしいよね。屋外ね、屋外鉄拳。マスターカップ。ああそうだよね、マスターカップ2月にあったやろ。2月11日とか博多の、あ、博多の組手、あもニコ生やってんすか。そうそう、同じネジが誰っけ、のびとシャナ、あのいつもね、被るんだよ、竹林放送とのびの放送。ですメッシュです。こっちの方がね、楽しい、ね、ワイワイした方が面白い。そう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 、まあ、ハゲはちょっと戦いよるけん、実況これね、ハゲがね、実況してほしいけど、残念ながら。うわ、ハゲすごい目つき悪かった今。長崎全部参加期待してるで、ありがとう。なんとか出たいね、マスターカップね。はい、11月3日にあるらしいよ、ノルマ。いや、僕らね、もうね、うん、大会出るとかよりもね、うん、タッグになりたいんですよ。そうだね、そうなんだよ、モンちゃん昔から麺一筋だからね、サブがなかなか決まんねえんだよ。はい、サブが、はい、やっぱレイって特殊だからね、組めないんですよ、ね、そう、他のキャラはね、やっぱ使いづらいっていうのは。なんて下手い、なんでマスターサブでやってんの。しょうもないよ、あいつマジしょうもないやろ。マフノロマがね、マフのしょうもない発言、なんでサブでやってんすかと。のびよりスクリーン放送の方が、いや嬉しいこと言ってくれる。364個目さん、ありがとうございます。あ、セレムラ杯誰ですか。セレムラってどこの方かな、東京かな。セレムラってね、いる、セレムラさんっているんだよ。大御所？大御所なのかな？会ったことはないんだけど。あの、九州外はちょっと、わかんない。わかんないもんね、あんまり。大会に参加するからには、やっぱり優勝を目指しますか？それは目指すでしょ。大会に出るからには優勝目指しますね。飯食ってくる？あ、どこ行くの？まだ決めてない。もんちゃん行ってくる？あいつサブは、俺の知ってる担々麺屋さん。あ、担々麺。なんか美味しいらしいよね。担々麺しかない。いや。ラーメン屋？ちゃんぽん屋かな？あ、そこは担々麺しかない。あ、マジで？近く？え、何ぐらい？竹林、いや、今の一番喋ってるのは竹林じゃないですね。あの、俺と一緒に組んでたオーガポールの子です。意気込んで大会に参加して、2回戦反対とかだと虚しくなりません。なります。なるんですよ。2回戦まで行ってればいいですよ。そうそうそう、あのね、長崎って結構大会出てんだけど、
決勝トーナメントに残ったことが今までなかったんですよ、大きい大会で。いや、徳ちゃんは頑張ったよ。ありがとう、徳ちゃん組んでくれて。膝マスターカップか、膝まったりカップとか、膝カップ。それで長崎のチーム、今まで結構出てたんだけど、決勝に残ったことがまだね、一回もないのかな。長崎純正チームで なったことがないのか。だからもう本当ね、この前の地獄杯はもうめちゃくちゃ嬉しかったもん。カレー君、チクリン、ケイスケが優勝してくれて。もうなんかみんなご飯、そう、地獄祭で名を馳せることができたって、もうね、めちゃくちゃ嬉しかったの。今まで、まあ、膝入って、まあ、九州の大きい大会だから、敵なんだよ、長崎。まあ、普通に敵じゃん、長崎 VS 福岡とか、長崎 VS 熊本。それが、まあ、地獄杯の決勝で、長崎 VS 東京の、まあ、一番強いエクストリーム、ノビ、デク、あとは、ペコス、代理で来たペコス、相手に、もうね、九州一丸となって応援してたあの姿に、もう僕は本当ね、めちゃくちゃ泣きそうになりました。いや、本当嬉しかったな、あれは。なんか最近九州の鉄拳からいい感じなんじゃないの。そう、いい感じなんですよ、本当いい感じ。うん、そう、野呂町県にハグしてたよ。もう泣きそうな顔してた、本当に。九州本当いい感じだよね、最近鉄拳界。もうタッグ2こけんかったらいい感じだったね。そうだよね、タッグ2本当面白いんだけど、なんだろう、新規プレイヤーとか敷居が高いのかな、このゲーム。チェンジ関連でやっぱりね、圧倒的な差が出ちゃうからね、上の人と。そこら辺下の方をうろついてる下って言ったら申し訳ないけど、そこら辺の人はコメントもチクリンチームも押せ押せてすごかったし。そうだよね、ケイスケのコメント響いたね。決勝で、地獄杯の決勝でケイスケがのびさんを、あ、デクさん倒します、やっつけますっていうコメントでね、ちゃんとあいつ果たしたからね、その約束を。いや、でもですね、うん、あのですね、ケイスケが入る前にですね、うん、実は俺がこっそり誘われてたんです。あ、そうだね、そうだそうだ。カレー君と、チクリンと、そう、モンちゃんが本当はね、出る予定だったんだよ、呼ばれてたんだよね。はい、しかし、うん、4月14日が、うん、モンちゃんの誕生日だっけ。なんで誕生日、モンちゃん誕生日で言えなかったんだよね。そうそう、なんで俺の誕生日、26、ニート26の誕生日。そうだそうだ、いやー、こんなはずじゃなかった、まさかの誕生日ってやばいね、はい、あと北九まで行く元気はなかったですね。いや、遠いね、やっぱ遠い、北九遠いよ、本当に。俺が出てたら優勝できんかったって。できんかった。いや、できんかった、わかんないよ。いやいや、間違いない。あの、ケイスケもね、決勝まで全然一勝もしないぐらいのあれだったんだよ。あ、そうそう、全然ね、ダメだったの、それまで。最後覚醒したんだよね。後ろの方はノルマン彼女、これはモンちゃん、モンちゃん彼女だよね。モンちゃんの彼女ですね。みーちゃん、さっき、レイじゃねえや、レイをアリシャ使ってる女性プレイヤーですね。おめでとう、おめでとうという、ドナロクさんのコメント。ニートですけど。はい、ありがとうございます。何事にもやっぱニートはついてきますよね。あ、宮崎もよろしくお願いします。あ、宮崎ね、鉄拳 5DR の頃一回行きましたよ。ねれえさんとかイエモンさんとかと対戦したの覚えてます。豪傑戦かな、今ない段位だけど、豪傑戦した。真冬の彼女だとはいるわけねえだろう。いやいやいや、ね、嫁はね、100人184人だっけ、いるらしいけど、はい、彼女はいないけどね、嫁は184人ぐらいいるらしいです。サンジに興味はないいるわけないっすよねーって。サンジに興味はない。でも昨日真冬の初恋の話したからね、みんなで。なんだったっけな、あいつの初恋の話。真冬はだってね、リアルで恋したことあるんだって。マジか。そうそう、しょうもないよろ、ほんとサブでやるとか。またドール的にしょうもないよ、ほんいる、ほんまこいつら、どうしようもないやつら、ほんしょうもない。あ、なんか俺も聞いたことあるかも、初恋の話。そうです、それを爆笑してきました。なんで、ノルマ、ノルマ、何やったっけ、真冬の初恋の話。あー、あれっすよ、まあ、真冬が好きな子がいたんですよ。何ちゃんか忘れましたけど、山県、山県、山県でいいや、山県。
ヤマケンがいて、ちょっとやっぱなんていうんですか、ドッジボールとかで、あいつなんかね、ドッジボールでその好きな子にめちゃくちゃね、球ぶつけたらしいんだよ好きな子に。なんかその、ありがたさって言うのやろ、小学生の頃。いや、真冬興奮したり喋るとき、やっぱなんか好きな子ってドッジボールとか当てませんとかもうね、興奮して言ってんの、真冬が。ぶつけちゃったりしてねって言ったらね、ぬるまの彼女からね、マジキモい、マジありえないというね、称賛の言葉をいただいて、真冬さん絶望してましたけど聞くわ聞くわ、うわ最低。好きな女の子に当てたボールを舐めたでしょうね。まあ舐めたでしょう、ペロペロです。もう家帰ったやろ、ペロペロしてます、ペロペロお擦りつけてますね。いや好きな子なんか分かるよ、ちょっかい出したいという気持ち分かるけど、はい、全力でドッジボールでぶつけるのはまあ熱いだろ全力全力ちょっとあやたかしかなくて、どれが俺のあやたかそうだよ、あやたか4本あるからね、あやたかが、いや、真冬が、うん、真冬が都合で引っ越さなきゃいけなくなって、あ、そうそう、真冬ね、大分に昔住んでたんだけど、それで長崎に引っ越すことになって、で、なんだっけ、え、なすか、あいつ長崎人じゃないの、あいつね、もともとね、福岡、大分出身なんだよ。で大分出身のニートです。で、まあ、真冬は相手の女の子は俺を好きとは思わずで、うん、引っ越したら手紙が来て、あ、好きだった、あ、そうそう、で、その好きな子いるけど真冬がまあ拒って告白しなかったらしいんだよ、告白せずに引っ越し、はい、長崎の方に、はい、そしたらその女の子の方から手紙が来たらしくて、実はまあ、真冬のことは好きでしたって女の子から手紙が来た、いや、わかんないよ、正直なところ、いや、わかんないよ、まあね、信じたいっていう心はすごくありますけど、いや、持ってます、持ってるよね、持ってる、実は好きだって病院連れてこい、なんだこれやりそうだなという、枝毛のやりすぎで頭おかしくなったから、そう、現実とね、区別がつかなくなっちゃう、あいつね、なんか、夜寝る前とか、あいつ寝れない人らしいんだよ。なんでですか？あの、すぐ寝る人いるじゃん。あ、はい、疲れてたら3分ぐらい寝る。俺みたいな。そうそう、あれ早く寝る。真冬1時間以上寝れないらしいんだよ。ああ。で、俺もそう、それで寝れない派で、寝るとき何考えてるって言ったら、あいつとりあえず妄想してますって言って、なんか、もし隕石が落下してきたら、自分が止める。その隕石を止める物語とかを妄想してるらしいんだよ、あいつ。妄想力半端ないの。やばい、もうドラゴンボールの世界だよ。引きくわー、引かないであげて、あー待ち合わせか、真冬妄想すごいよ、真冬の妄想はほんとすごい、この真冬が来たらね、妄想聞いてあげて、いろんな妄想してるらしいから、おー尊敬に値するレベルいやー、あいつすごいよ、ほんとに。ああ昨日もなんかさ、ラーメンズっていう、あ、知ってる、はいはいはい、なんか、へい、田舎、よ、俺は田舎育ちとか、あいつって、マージャン、シュールな笑いをする、ね、そうそう、もうね、マージャンしながら、あいつずっとラップなの、ラップ歌ってるの、へい、俺は、マージャンしたっすか、えっとね、ノルマンチでマージャンした、あ、そうそう、俺は田舎育ち、勉強もできねえ、仕事もしてねえ、クズみたいな、どうたらとか、うん、いいとこで、うん、一旦配信切る、で、個性の鬼とかどういうことや、長崎は個性の塊とニートで形成されているっていうコメント、誰のことや、これ、11個目さんのコメントですね、これは誰のこと、全部です、長崎全部です、あ、まあ、カレオ君は本当ね、真面目に仕事してるから、そこら辺ニートじゃないので、はい、カレーさんはね、今、俺と一緒にカードゲームでやったりしてるんだけど、もう仕事終わって長崎に来て、はい、ければいいとこで、すごい、もうすぐなんかここのこれの配信ができなくなるらしいので、サンセットあるプレイランドジョイフル、大村、長崎県大村市のプレイランドジョイフルに移動してニコ生配信やりたいと思いますので、見れる方はぜひ見てください。ジョイフルでもやると、そうです、まあ移動なんですよ、正直もうめんどくさいから、もうこのまましたいんだけどね、そうですよ、なんか俺もジョイフルです、カレーさんチスチス、移動先でもできればね、移動先は多分できると思う、店長がいれば、まあやりたいですね、やりたいね、そう、店長がいればだから、まあ多分で、移動時間はね、あれよ、移動中のご飯食べるけん、あ、ご飯食べながら放送でもいいよ、俺はね、前したからね、
ご飯食べながら放送できます。はい、うん、いいんすか。うん、できますできます。お疲れ。カレーさん、いつハッシュドビーフにするの。ハッシュドビーフってなんだっけ。カレー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 さんでも、カレーさんのカレー食べてる。シャメ何枚もある。持ってる持ってる。レアいね、カレー君が。カレーまたね、絵付け放送しますよ。真冬に絵付け放送。今日の真冬はね、反省することだらけって言ってたから。移動何分くらいかなっていう質問。どんくらいかな。配信を切ってすぐ移動してジョイフルに行くんだったら、ここから20分ぐらいですね。20分ぐらい、30分ぐらいでまた配信が始まると思います。でもなんかご飯食べ行くって言ってるから、もしかしたら餌付け配信、餌付け配信があるかも。真冬に対しての餌付け配信があるかもしれません。長崎行ったら鉄拳うまくなりそう。あ、なんかチキリンが一言。はい、じゃあすいません、そろそろですね、放送の方をですね聞きたいかなと思いますね。ご飯も食べに行きたいんで。どうする、結局飯配信できる。一応やってみる。どこにご飯食べ行くの。ですね、多分ジョイフルとか、ファミレスのジョイフルとかだったらできるんですけど、担々麺屋とか、ね、個人営業のとこはちょっと控えなきゃいけないから、そこら辺ちょっとすいません、できないときは申し訳ない。ただジョイフルは頑張って放送したいと思いますので見てください。じゃあチクリンちゃん、最後に一言締めの人。皆さん本日ありがとうございました。また家庭用や大会配信やれるときはやっていきますので、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。ありがとう。クリ君なんかクリ君が今起きたらしい。ごめんねクリ君、もうすぐ、ジョイフルの方に移動して配信するんで、まあ暇だったら見てクリ君。今ねクリ君というね、福岡の剣王のリーのプレイヤーが書き込みしてくれたから、それに対してのコメントでした。クリ君がコメントしてくれてます。ではありがとうございました。今起きたってことはあれか、クリ君は今から無事屋に行くのかな。行くんだろうな。むしろクリ君ってことはシャラクミで行ってないのか。シャラクミで行ってないの。クリ君ちょっとクリ君が来たからもうちょっと喋っていい。いい、ごめんね。クリ君今起きたんだ。何やってたの今まで。クリ君、ノルマカウント大事にしろよ。そうですね、博多ですね。博多の方で今日は、組手のび、あとシャナか、ライターになったシャナの組手が合ってるらしいです。ジョイフルできないの。店長がおればできる。連絡取れんと。店長がおればできる。ジョイフルみんな行けるのというか、とりあえず佐世保生と長崎は行けるっぽい。長崎サブとかサブが痛いんですよ。どっちにしろここでしてもリセットやしみたいな。まあね、いやセット数は別にいいんだけどね、その100円にしくれっていうのがきつい。エンタさんがかわいそう。やっぱり100円にくれなの。ここじゃダメなの。やっぱ2セットは足りない。多すぎっすよ、ね、今何今何俺的にはもう移動しなくても、竹林は移動した方がいいの。いいで、俺飯食ってる間見てるよ。全然腹減ってないから。どうなんだろうね、その行ってないっす。今日はファミリーマートです。あ、そうか、クリ君バイト始めたのか。頑張れよクリ君、応援してるよ。ファミリーマート真冬はね、ローソンで働くらしいから、二人で頑張ってセブンイレブンやっつけてください。あれでしょ、ファミリーマートとローソンは今打倒セブンイレブンに向けてなんか協定結んでるんでしょ。他の大手というか、まあリックとかポプラとかかな、もういろんなコンビニが結集してセブンイレブンやっつけようと頑張ってるらしいよ。それでもね、全然セブンイレブンがまだ強いらしい。ここでみんなでコンビニ飯食えよ。間違いねえよ、本当だよ。コンビニ飯食えばいいんだよ。そんなね、おしゃれなとこに飯食わなくていいんだよ。みんな見てるんだからさ。トイレがチェンジボタン効かないとかいうこと言ってるけど、本当効かないの。
聞かない。いいよね、あのホカホカホットモットの330円の塩辛揚げ弁当で。冷凍庫で寝ないでね。何冷凍庫って。なんクリ君冷凍庫で寝たの。クリ君がファミリーマートの冷凍庫勢になるって。なんだろう、クリ君冷凍庫で何かあったのか。サブもよいしょ。でもあれだよね、地獄祭で優勝した、はい、今カレー君ね、今カレー君喋ってるの。誰も来てないよね。平八の道義でしょ。そうそう、地獄祭で優勝した人は、そうそうそう、みんな話だよ、みんな知っとるかな。地獄祭で優勝した3人に平八が来てる道義、背中に虎の刺繍が入ってる、めちゃくちゃ高いっていう噂の道義もらったらしいんだよね。それ来てくればよかったのに、カレー君。ほんとね、地球に期待してたんだけどね。誰も持ってきてないっていう。誰もね。そうそう、いつまでやってんだろうね、このサブ対決はね。マグジさん曰くね、サブで対戦するとかしょうもないとか言ってたんだけど、あのね、多分ジーパラの店長頑張ったらシャオユーのスクイズ用意してくれると思うんだ。あるっすか、シャオユーの。頑張ればいい。本当は優勝したら、あのフィギュアあるじゃん、鉄拳の8000いくらとかの。フィギュアっすか。 ありますね、あります。あれって言ってたんだよ。はいはいはい、あれっていう話もあったんだよ、はい。まあそれでもまあ結構なお値段しますからね。あれはなお値段だよ。あれ以上のものがじゃ期待できると。清流どうなんだろう。いや、ここでやる、ここでやります。ジョジョ移動じゃない、飯その前に食うらしいんですよね。でジョジョ行ったら配信ができるか分かんないらしいんですよ。配信もう役目終わったんじゃない。配信いいですかね。ジョイフル終わった後の、はい、竹林亭の放送。ああ、それはできますね。それはもちろんできますね。カレタンも行くんですか。いや、行かない。いや、行かないよ。それ厳しいっす。クリ君、クリ君、そのね、コメント厳しいっす。クリ君、クリ君、何度も言います。繰り返し言います。バンコメント来ました。クリ君さん、クリ君さん、そのコメントは本当にまずいです。もう見てるので、本当に繰り返します。それは本当にまずいです。竹林さん、バンコメント来ました。カラオケも行きたいね。打ち上げカラオケ。まさかのカラオケ配信。まさかの第三の選択、カラオケ。カラオケ配信できるんですよね。ゆずきって誰、男でしょ。ゆずきと女っすかね。女の人っすかね。彼女ゆずきと思ったってやら、男ならまずくね。あ、違う。あ、女の子っすかね、ゆずきって。見たことないんですよ。あ、女の子か。まあ、とりあえず、まあいいや、クリ君のコメントをバンにしよう。そう、あ、クリ君、繰り返します。クリ君のコメントまずいです、本当に。バレてるって何がバレてるんだよ、クリ君。自由奔放だな、クリ君。え？放送切っても大丈夫。なんかね、竹林がもう放送切らないとまずいっていうことだから、一回放送。あ、そう、片付けたいからね、早くしてくれよ。竹林、片付けあるよ、でも。先に他の片付けやるのもあったよ。大戦みんなっていうかお腹減った。ほんとお疲れ、お疲れ様です。そうなんだよね、配信がみんなマイク持って話さないから全然話さなかったよ。そうそう、配信ができるかできないかがね、ほんと不安だから。あとで大戦負けた方顔ペン用意してるからね。ヒゲ、ヒゲですか。俺のこと顔落書するようなペンだから。こんなあるんすか。そうだよ、買ってきたんだから。役に立たなかった、役に立たなかったから立たせよう。竹林地の放送期待しとか、これ預けとくから。竹林放送で、ああ、まあジョイフルでできなくても竹林地で放送すると思いますんで、できればみんな見てください。まあジョイフルでもできたら本当竹林にお願いしてするように頼んでみますんで。まあ冬を拘束しましょうってことで、ね、縛り上げればいいのかな。じゃあ竹林がもう本当移動しましょうっていう、ね、お言葉くれたんでね。飯に来た竹林はなんかもうね、最新やめたいとかじゃなくて飯食いたいんだって。竹林がおごる放送すんの、優勝者におごる放送。なんもないですか、優勝したあれは。トロフィーがあるとか言ってたんだけどね、優勝賞品よくわかんないよ。あ、したらね、クリ君お疲れ、また10日に会いましょう。とりあえずクリ君バンにしようぜ。んバンにしよう、バンバン、うん、頑張れよ、ファミリーマート頑張れよ。お疲れ、お疲れ。よし、じゃあね、終わりましょうかね、この配信は。またね、配信またあったらメールで来ると思うんでお願いします。